なんか怖い話があるんですか？怖い話は、そうですね。なんか私のよく行く美容室、アシミラさんって五反田にあるんですけど、うん、もう最近行かなきゃなって思い始めます。で、そこで、私怖い話、前からすごい好きだって言ってあるから、うん、結構店長から聞くんですけど、うん、そんなことで最近行って怖、なんかこう、面白いなって思ったのがあって、うん、その、店長のことをよく指名してくれる女性のお客さんがね、よく来てたんですって。うんうん、最近来なくなったけど、うん、で、その人って霊感があるって自分で言うんです、うん、で、なんかね、ある神社に行って、それが結構深夜で、なんかふと行ってみようと思ったんですって、うん、で、深夜、まあ、何時か分かんないけど深夜に行って、そしたらね、そのなんか大きい銅像があるんですけど、人の、うん、そこになんかおじいちゃんが座ってたんですって、うん、で、酒持って、なんかこんな夜中におかしいなと思いつつ、でもそのね、女性迷ったんですって、なんか道に、うん、その神社の中 で、なんか本当に何気なく行った神社だったから、うん、どうしよう、なんか呼ばれたように来たんだよなみたいな、自分の霊感を頼って、で、したらそのおじいちゃん声かけてくれて、うん、そしたらバス停まで案内してくれたんですって、うん、で、そのおじいちゃん話してる時もすんごい楽しくて、なんか気さくでね、結構いい人で、うん、で、バス停で帰、バス停で一緒にね、バス乗って帰ったんですって。で、お別れして普通に、なんか、でもあれ多分、自分の霊感をたどると、あの人って多分幽霊だなって。あんな時間にいることにおかしいし、なんかちょっと、この世じゃないものがしたって思ったら、なんか、私ちょっと詳しくないからわかんないし、聞いた話だからわかんないんだけど、多分それ、その銅像ってなんか、織田信長の、あれ、らしいんですよ。織田信長の。なんか関連した。関連した。うん、銅像なの？そのおじいちゃんもしかしたら、織田信長なんじゃないか、みたいな。話を。っていう人なの？おー、って。ちょっともうちょっと、なんか、話があんま入ってこなくて。もうちょっと、シュッとしてた話だったんだ。面白い話だった。多分もうちょっと辻褄が合うような話だったんですけど、私の記憶上、確かそんなふんわりは覚えてる。で、織田信長ってね、なんかその、史実的には、なんか50ぐらいで死んだみたいな。そう、若いうちにね、50歳ちょうどじゃなかった。あ、でもあの頃の多分寿命なんだろうね、多分50歳が。うん、そんぐらいですしね。まあでも、そっか、向こうの、昔の50は、今のおじいちゃんぐらいの見た目になってんのかね。ああ、そうなんですかね。いや、わかんない。どうなんだろう。いや、そう、やっぱ食べ物とかさ、そういうとこで。うん、信長階段。そう、信長だったんじゃないかっていう話でした。そう。信長が、ざっくり、うん、信長が、じゃあ、こう、バス停まで案内してくれて。そう、らしいんですよ。で、その、なんで、その、アシミラさんっていうお店に来なくなったかが、よくわかんないんですけど、うん、ある日、その、指名している美容師さんに、ピッてお手紙渡したんですって。うん、で、なんか自分は信長階段した人が、そうそうそう、うんうん。来なくなるとか一切言わずに、これあなたにって言って、手紙渡したんですって。うん、で、その美容師さんも、なんか、あ、この人これで来なくなるなって、なんか直感があったらしくって、うん、本当にそこでピタッと来なくなったらしい。その手紙には何か書いてあったとか、そういう言わなかった。それが、なんか普通のお礼だったらしいですよ。なんかいつもありがとうみたいな。うん、そういうバイバイとか何も言わずに、うん、本当に。いつも綺麗にしてありがとうございますみたいな。そう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 、そう。なんか最後に、織田信長って書いてあるとか、そういうのある。そういうのない。最後なんか人生50年になっちゃうみたいな、なんか時世の句みたいな、時世の句が書いてあったわけじゃなくて。なくて、うつけ者みたいなの書いてあったわけじゃなくて、ね。ちょっともうちょっと聞いてきますね。そうね。いかんといけんけん。そうね。いや、でも、方向性は面白いけれども、うん、あまりにもざっくりしすぎだよね。うん、そう、ちょっとね、覚えてないんですよ。いや、でも今の流れで最後手紙に、ちょっと信長っぽい、ぽいこと書いてると面白いかもしれないですね。確かにね。うん。確かに、ね。手紙にちょっと、いや、で、これで信長だと思ったんです、みたいのが一個入ってると、うん、これちょっとつ、全部繋がったみたいな。ホトトギスとかなんとか言って。泣かぬなら、殺してしまえ、ホトトギス、織田信長。結構その、アシミラさん、おすすめですよ、階段、好きな人。これ、名前出したら大丈夫だったの？全然私、アベマでも行ってます。ホタンダのアシミラさん通ってます。最近は行ってない。そう、ちょっと行く暇なくて、そうですね、行かんといけん。じゃあちょっとぜひね、皆さん。ぜひ、店長がすごい。はい。イケメン。なんか、自分のこと、私、とね、関連してたからユーコスターって言ってます。自分は担当カラー黒だって言ってます。あ、女の人？女の人？男の人です。ちょっとおかま混じってんのかな。ああ、なるほどね。なるほど。楽しいですよ。なるほどね。お姉系の方っていうことですね。はい。じゃ
ゃあみんなで行きましょう。うん、行きましょうみんなでね。だみんなで行くとこっていっぱいあるね。足ビラさんにも行かないといけないし、うん、まあそれよりも何よりも8月27日何があるんでしたっけ、はい、サードワンマンライブが池袋ミクサにてあります。あともう一個宣伝いいですか。どうぞ。7月の12日に私たちアイドルデビューして2周年ということで、白金高輪セレネという場所で、セレネ B2 という場所で、そこでも大型ライブがあります。いやそれワンマンじゃないんだ。ワンマンというか、まあ、そうですね、お姉さんグループポッピングエモさんとショッキングエゴのデビューなので、はい、ワンマンではないかも。ツーマン。ツーマンですね。はい。そうします。ワンマンってさ、もう1時間半とかやるの？そうですね。やりますよね。MC とか、ちょっとコントとか入る。コントが入る。そうなんですよ。前回のコントは、私がメンバーのお財布を盗む役でした。でみんなちょっと楽屋でなくなったぞなくなったぞみたいな感じ。そうそうそう、ないぞって。そしたらどうする、どうするの最後。なくなっちゃ、俺なくなったぞ、ちょっとちょっと財布がない、ちょっとどうすればいいのね、ちょっと。だって財布が、うん、確か、何、何財布か、あったって。え、あった、私が持ってたみたいな。泥棒ってなる感じだった気がする。自分もそんな覚えてない。覚えてない、ごめんなさい。何それ。あ、そうだ、なんか、メンバーが卒業だったんですよ、高校生のメンバーが。だからその子のファン、緑色なんですけど、メンバーから、うん、緑色のみんな、私に流れてきてねって言ったんですけど、そのライブの後、そのね、ライブ続くじゃないですか、緑色のファン全然私に来なかったです。逆にちょっと、ちょっとあんま ここでまだ言うなよみたいな感じだったのかな。いやそうですね、引かれちゃったかな、ガツガツしすぎて。コントのセリフだよ、大丈夫だよ、私そ、結構あ、コントのセリフでね、そうセリフであったの、誰が書いたの、プロデューサーです。あー、そういうこと言いそうなんですかね、きっとプロデューサーの中で。あ、多分そういうこと言って、だからもう当て書きされたってこと。多分そ、あ、そう、さやかスターとして、台本が割り振り当てられる。あ、さやかさん TikTok もいつも可愛いだって。ありがとうございます。あげてる最近、毎日あげてんの。あげてます。いや、そう、怖いんですよ、私 TikTok の話するとこうやって、こんな顔でね、マウント取られて、うっかつくって思って。私結構夏目監督のチェックしてます。あれ、さやかスターさんは何三世。最近自分のおっぱいふわふわお兄さんっていうのがバズったの。一番、そうですね、私の中で一番バズって、やっと3万。おっぱいふわふわお兄さん。3万すごいじゃん。すごいじゃん、3万。夏目さんは？いや、僕なんか先週、なんかその、なんか今日あげて1万いったみたいな、なんかその、カッパの手が、なんか出てたみたいなとか言ってんじゃん。はい、1週間ぐらい前から。セカスター3万だよ。すごい3万だよ。で、そのなんかカッパの手が出たみたいなのをあげたら、その日のうち1万いったみたいな話したじゃないですか。うん、7万ぐらいいってるから。え、マックスは？え、マックス100万ぐらい。これが大人のやり方か。やちこれが俺たちのやり方だからこれが俺たちのやり方だからね。下克上して。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。